そのマシンは湾岸好きの投稿マニアがビデオオプションに1本の8ミリテープを送りつけてきたことから有名になった。その走りは本気だった。マジ危ねえ。そのスタイルがゆえに、その血統がゆえに割り切った車作り、圧迫感のある室内 FD3S は日本を代表するスーパースポーツコンパクトカー。湾岸をこよなく愛した一人のバカチューナーが作り上げた最高速クルージング仕様。トップスピードは湾岸で320キロを超えると噂される。その極物マシンを何でも OK の海外で徹底解剖。こんなこと日本じゃできねえ。そこでビデオオプションはその日本一の暴走マシンを規制のかからない海外でテストすることにした。しかも行動にこだわって、なんか今回オプションさんの方からニュージーの方で最高速やるっていうのを聞いたんで、ちょっと頑張っちゃおうかなと思ってるんですけど、大体そうですね、アクアラインなんか走ってて大体320は大体コンスタントに出てるんですけれども、まあ、今度ニュージーの方でどのぐらい出るか、正式にちょっと頑張ってみようかなと思ってます。世界広しといえども長い直線を暴走に貸してくれるところはなかなかない。ここニュージーランドはそれに対してはとても理解がある国で、それどころか好意的に受け入れてくれ、ストリート最高速正式競技として認知するという、さすがモータースポーツに理解がある国、バリでいい国だ。ところが普段の行いが悪かったのか、下半球までわざわざ出向いてこの天候最悪。足回りも含めて湾岸の走ってるそのまま、もうそのままですよ。ただ今回トラブルはちょっと怖いと思ってパワーステとエアコンは外しちゃいましたけど、 U3B の、フェラルポートのエンジンに、ノーマルのサイドポートを下の方で低回転の方で使えるようにちょっと利用して両方使えるようにしたようなエンジンになってます。今まあちょっとテスト的にいろいろしてるんですけれども、 RH システムはそのフロントリアで今使ってるんですけれども、それぞれがその油圧を上げることによって、四輪の路面に対応しつけるようとする力を圧力でコントロールしてるわけなんですけれども、ですね、まずフロントはフロントで左右のダンパーがつながってるんですね。で、極端な話片側が縮もうとすると片側のダンパー伸ばそうとする力を持つようになるんですけれども、で今度その伸ばされた側の力っていうのはそれの対角線の反対側の方に反作用として力が加わるんで、レース用パーツ的なだいぶ構成になってますけど、と言ってもそのステージは単なる農道で路面は極端なかまぼこ状、アップダウンはあるわ、横風は強いし、湾岸アクアラインの方がよっぽど条件がいい。しかもこの豪雨どういうこと。オフィシャルがドライバーにやめときなと忠告。そんなこと聞く耳持たない。日本のチューニングカーはアメリカを主としてヨーロッパ、オセアニア、アジアなどで人気。自慢じゃないけどオプションの認知度もニュージーランドでもまあまあ、 FD は特に注目された。湿気で最高速ドライバーデイジローのメガネがご覧の通り、天候路面状況も最悪。さて、うえはでも走るの。車載カムの映像、路面の湾曲、豪雨、突風、しかもメガネの曇りで視界不良。ニュージーまで FD を持ち込んだのにテスト中止か。マジでこの映像危ねえよ、マジでマジで。それでも280キロオーバー、マシンもドライバーもアホです。こんな企画を考えた私たちはもっとアホ。 OK?OK?ちょっとその路面の話聞かせてもらいます。路面ですか、うん、やっぱりこう歌ってるんですけれども、やっぱりその位置でこうやっぱりさあさあって取られちゃうっていう感じですよね。ハンドルだけちゃんと押さえてれば行くんですけれども、でもやっぱりなんとなくちょっと来るとスースーって持ってかれる感じで、バーが寄せられた時に路面のちょっと下がってる方行ったりなんかするとそっち行くんで、その修正がいるっていう感じですね。ここまで来たからには一発と小関も必死、最高速歴20年の大もやる気。
2人ともいい大人、おじさんなのにどうしてこんなにロータリーとスピードにこだわるんだろう。ふむふむ、やめとけば。さて、湾岸最速の実力は証明できるのか。雨だけどしょうがない、あとは台に任せて行ってみます。その迫力の映像をじっくりどうぞ。危ないよあんたたち。どうでした、やっぱり大丈夫ですか、うん、今303キロぐらい、303キロぐらい、もう見えないと帰ってくる。まあ明日頑張りたいですね。とにかく壊れないように。やっぱりさすがにやっぱり満開の走り込んでるだけあるじゃん。マスカジュじゃん。日頃の行いが幸いしてか、2日目もやっぱ雨です。なんでもう本当にもう今日しかもうコース借りれないんだから、どうしよう、やめとこうか。湾岸でやめとけばよかったと天候を恨む小関。一方、この天候でもやる気満々でマシンに乗り込む大。やはり変なおじさんたち。さて、今日こそは。300キロは超えた。でもまだアクセルを踏み続ける台。路面のギャップでマシンは浮こうとする。ここでアクセルを入れるのはドライバーの度胸でしかない。湾岸最速と言われるマシンを信頼して。雨の中200マイル、時速320キロは超えたか。ガチャーンとついちゃう。はい。320ぐらいだと思うけどね。320ぐらいだね。スクートの7ですね。320キロだね。200マイルまでほんの少し、もう諦めきれない。そして天は味方した。よし、チャンス、もうここしかない。もうワントライ、FD 乗りの夢、歩道200マイルオーバーを目指す。ダイもここぞとばかりに気合が入る。Oh.
8000でもおしまい、うん、325ぐらいだね。はい、325ぐらいじゃない。ここに世界行動最速の FD が誕生した。本当危ねえよ、いい加減にしなきゃダメだよ。